この前も虹が助っ人で呼んだ経済学者が話したいことあるって言ってたな。どんな話なんだろう？お久しぶりです。今日話したいことは、前回話した MMT 現代貨幣理論のことです。あなた方日本経済にとって、有効な対策となりそうなものですから。日本はデフレ不況っていうやつで経済が停滞している状況ですからね。MMT が求めていることは、デフレ不況の時は、税金を抑えて、財政支出を増やし、需要を促進するようにし、インフレの時は財政支出を減らし、税金を増やして、需要を抑えることにあります。需要を生み出すことを主目的と捉え、税は経済を安定に保つための調整役と見ている点です。税金を国の財源とは見ていないということですね。MMT の特徴は主に3つあります。1つ目は、自国通貨建てであれば政府の支出能力に制限はないということ。2つ目は、税金は財源ではなく、経済を安定水準に調整するための政策手段に過ぎないということ。3つ目は、完全雇用と物価の安定という公共目的が前提に存在すること。1つ目の特徴として、政府の赤字は民間の借金と一般的に言われているが、それは民間内での話となる。MMT でいう、負債の考え方は、国家の負債を頂点とする負債ピラミッドの考え方を持っているんですが、負債ピラミッドの頂点にいる国家の負債は、国民の借金ではなく、自らの負債によってのみ返済できる特徴を持つんです。日本は自国通貨建てが可能ってことだからですね。政府が赤字支出を発行すると、国民の借金が増えるのでよろしくないと言われますが、それは、将来何らかの義務を履行することを約束するという行為に過ぎないのです。むしろそれは、事前に発行されたお金を民間に供給するという行為と言えます。政府の借金は良くないという意見には、お金の発行者となる政府とお金を消費する家計や企業は、異なる性質があるという前提が漏れてしまっているからなんです。商売で儲けが出るのは、客がお金を支払ってくれたからで、それはお店などの供給者が黒字になり、客である消費者が赤字になるということです。これは経済全体で見た、誰かが黒字となるのは、誰かが赤字になっているからという当然の結果です。これは政府と民間の関係にも当てはまります。1990年前半の日本経済が好調の時期、企業は最大の赤字でした。これは、経済が好調のため民間企業の投資意欲が高い状態ということで、経済全体が成長しているということで正常な状態と言えます。ところが、1990年代半ばにデフレに陥るのとほぼ同じタイミングで、企業部門は黒字に転じ、政府部門は相対的にデフレ突入とともに大幅な赤字に転じています。これは企業部門で、投資意欲が低下した状態が慢性的に続いていることを意味しており、この異常な状態が日本では20年以上続いているのです。デフレによって企業が投資や雇用を抑制すれば、家計の消費も落ち込み物が売れなくなり、ますますデフレが進行します。こんな状態で政府が黒字化に転じようとすれば、その分民間が赤字に転じることになるので、需要が抑制され、ますます経済が落ち込んでしまいますよね。デフレ不況下で、民間が赤字で政府が黒字の状態では、経済は冷え込んでしまうのは当然ですよね。逆に通貨を発行して自らの負債を返済できる政府の赤字の方が、民間の赤字よりも経済の持続可能性が高いことを意味します。つまり、長期的な経済成長を促進するには、政府の方が赤字に偏らなければならず、それはむしろ正常な状態と言えるのではないでしょうか。政府が赤字であるのが正常な状態というのは、私たちのお金がどこから来たのか考えれば、想像がつくと思います。唯一の通貨発行主体者である政府が、先行して民間にお金を供給していたからなんです。つまり、政府が赤字であるから民間が黒字となって、経済が正常に回っていることになるんです。二つ目の特徴として、政府の支出能力には制限がないと言われていても、お金を発行しすぎれば、ハイパーインフレになりますので、その調整役として税金があるのです。日本での MMT ブームの火付け役として、ステファニー・ケルトン氏がおりますが、税金は政府の収入を得る手段ではない、税金の役割の一つは、市場のお金の量を調整しインフレを抑えること。と彼女も述べております。MMT の課税の考えは3つあります。1つ目は、先ほど言ったインフレ抑制効果。2つ目は、所得と富の不平等を少なくすること。ですので、所得税など累進課税を肯定しております。3つ目は、悪い行動を抑制する。タバコ税や環境税など挙げられます。逆に、需要を奪う消費税、社会保障税、法人税は悪い税として否定しております。3つ目の特徴として、
完全雇用と物価の安定という公共目的が前提にあるということですが、市場メカニズムに委ねるのが最善という主流派の議論を否定しております。支払い能力に制限がない政府には、常に失業者を雇う支払い能力があるということになります。これを活用して政府が自らが雇用主となり、就職を約束する政策プログラムとして、就業保障プログラムという制度が存在します。特徴として、主に3つあります。1つ目は、民間企業では、転職を防止するためには JGP と同程度の待遇を、労働者に提供せざるを得なくなるからです。2つ目は、不況時には民間が雇用を縮小し失業者が増加し、その多くが同プログラムに参加すると考えられるのに対して、景気がいい時は、民間が雇用拡大のために好条件を提示して、逆に同プログラムの参加者を引き抜くようになるからです。3つ目として、セーフティーネットは JGP のように、所得と就業機会の両方を、保証したものでなければならないので、それがない BI は否定しております。以上、MMT の特徴を踏まえて考えると、デフレ不況時に緊縮財政を行っている日本は、MMT と真逆のことを行っていると言えます。つまり、日本経済は緊縮財政を廃し、財政支出拡大や減税を積極的に行えば、日本経済は復活する可能性が高いと言えます。財政支出が人々に所得をもたらすことで景気を刺激するのに対して、金融緩和は、人々に借金を負わせて景気を刺激するというものです。デフレスパイラルの日本に必要なことは、家計や企業の負担を軽減し、総需要を引き上げつつ、国内の生産活動を活性化させることなのです。本日は MMT のことについてお話しいただいてありがとうございました。